坂出東中継局は、香川県坂出塩山にある、テレビジョン放送の小規模中継局である。この中継局の電波法に定める放送区域は、香川県坂出市の一部、約5100世帯である。坂出市は、岡山局、西佐抜中継局、高松局など、周辺送信所のいずれの方向からも五色台、城山などの山に囲まれており、 電波が遮断されやすい環境にある。そのうち境出市東部をカバーしているのが、この中継局である。一方、西部をカバーするのは、境出西中継局で、この2局で、境出市の多くの地域をカバーしている。ただし、その境出西中継局からはデジタル波が出ていないため、岡山局もしくは西佐抜局を受信することになる。また、 アナログ放送及びデジタル放送開始時なは、この中継局から TSC テレビ瀬戸内が電波を出していなかったため、TSC を視聴するにはケーブルテレビに加入するか、パラスタックアンテナなどの高性能アンテナを用いて周辺送信所の電波を遠距離受信するしかなかった。しかし、その後2013年6月14日にテレビ瀬戸内は、 四国総合通信局より予備免許交付。6月21日より試験放送を開始。この中継局もデジタル放送開始に合わせて全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行、いわゆるアナ変換の対象となり2004年9月15日より対策を開始。2005年1月6日には旧チャンネルを停破し新チャンネルに移行した。 対象となったアナログチャンネルは NHK 高松総合テレビ NHK 高松教育テレビ RSK 産業放送の3派である。対策世帯は境出市及び両南町の各一部約3100世帯。低波した旧アナログチャンネルのうち 52CH 及び 50CH は穴ア穴ナアナ変換後の西さぬき中継局でそれぞれ OK。 岡山放送と RNC 西日本放送の新アナログチャンネルとして 32CH は岡山局をはじめとする多くの場所で NHK 岡山総合テレビのデジタルチャンネルとして使用されている。この中継局のデジタル化は香川県内の大規模中継局及び重要中継局のデジタル化が完了し香川県内の小規模中継局第1号としての デジタル化となった。デジタル化以前にも岡山局や西佐ぬ中継局など周辺局のデジタル派を受信できれば地上デジタル放送が視聴できた地域もある。当初、境で東中継局では2008年8月中の本放送開始を予定していたが、6月中に開局予定を11月へ変更した。2008年9月25日に、 四国総合通信局より、予備免許交付、10月上旬により、試験放送を開始し、11月24日に、本放送を開始した。手前は NHKRNCKSB、1番、右奥は、RSKOK、OK、の送信施設。右から2番目は、携帯電話会社の基地局。中継局は、境出市東部に位置する標高139.9メートルの、 お山山町に存在している。隣のメス山と共に双子の山を形成しており、ここより東側は山麓の松山地区を挟んで五色台と対峙している。山頂の送信施設の内南側に NHKRNCKSB 共用の施設があり、北側に RSKTSCOK、OK、共用の施設がある。 山頂にはその他にソフトバンクモバイルの基地局も存在する。NHK 高松放送局、RNC 西日本放送、KSB 瀬戸内海放送の有り高3社で送信施設を共用している。送信柱はアナログ用とデジタル用の2柱が立っており、アナログ局舎は NHK が単独、RNC と KSB は2社で共用していて、 デジタル局社は三社共同で使用している。その他、有高三社が持つデジタル放送の物理チャンネル4パは、高松局で使用されている NHK 高松総合、教育、西日本放送、岡山放送のアナログチャンネルと同一である。ただし高松局の場合、31CH は、プラスキャリアオフセット 10kHz 設定での放送となっている。 RSK 産業放送、TSC テレビ瀬戸内、OK、岡山放送の在庫化3社で、送信施設を共用している。アリバか3社の送信施設とは違い、デジタルアナログとも3社で、局舎、送信柱、アンテナのすべてを共用している。また、かつて、TSC は、この中継局から電波を出していなかったが、 アナログ会局当初から RSKOK、OK、の送信施設は TSC も所有者となっている。a b 四国総合通信局、地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許テレビ、瀬戸内の境で東中継局に、予備免許地上デジタル放送中継局、リスト地上デジタル放送の開始に向けた。 アナログ周波数変更対策の平成16年9月の受信対策地域アナログ周波数変更対策の終了に伴う急波低波平成16年9月中に開始するアナログ周波数変更に係る受信対策地域の概要総務省地上デジタルテレビ放送中継局ロードマップデジタル放送アナログ放送ありがとうございます